これはあの中国の最古の王朝の一つである賞の王朝の王様のお墓でそれが発掘していて、この人の大きさからそれが巨大なお墓であるということが分かります。この初期の国家が発生した時代というのは、その王のために巨大なお墓を作るという行為がなされた時代であります。これは中国の河南省隠居で、この中にこう。五感に遺体を納める。亡くなった人の魂は天に昇る。 でもこのお墓はもう遺体を埋めてしまえばそ,の、えー、それでそのうち分からなくなってしまってもいいとあの遺体はもう地下にこう埋めておけばいいということ、ね、あの他の霊が取り付かないように非常にまあ密閉した状態で埋めてしまえばいいとまあ、そういうふうな考え方が王の構造に現れていてこれが地下式の巨大なお墓ということになります。でこれれはは、巨大なお墓ななな墓んだけれど、後ののの時代よように地上にこううにに目立つような盛り土をしいいというのは これがまあ天地思想やこの生命観が大変シンプルに信じられていた時代の社会のトップの人のお墓の埋葬の方式であります。